はい。えっ、ー、と、以前にですね、今、人気の、えー、激安スマートフォン、アマゾンでですね、日本のアマゾンでも1万円以下で購入できるね、えー、人気の中華スマホ、ユミデジの A3 のね、付属品と外観をね、紹介させてもらいましたけれども、今回はね、ちょっと中の方を紹介したいと思います。とりあえずね、起動してみます。はい、こんな感じですね。はい。起動するとね、こんな感じになります。 一応、指紋認証がね、ここについていますので、えこれで、ピッと、はい、指紋ね認証で解除できる、できます。えっとですね、まあ、基本的に起動して、日本語を、最初のね、セットアップの時に日本語を選択すれば、もうほとんどね、日本語になります。あの、メーカーのカスタマイズっていうのはほとんど入っていないので、見ての通り、元々アンドロイドがね、日本語に対応してますので、ザーッと全部日本語のメニューになってます。まあ、唯一ここの、 オーバービュー、ホーム、バックっていうところが英語のままなんですけども、ここの、この何て言うんですかね、ホームボタンとかの表示のセッティングだと思いますんで、まあ、そこだけですかね、あとはもう、その、android そのままなので、えー、こうね、全部日本語化されています。 で、日本語入力の方もですね、あの日本語を選択すると、もう日本語の入力のね、アプリ、日本語に、えー、Google 日本語入力とかのアプリを入れなくても、えー、o ボードですかね、Google の G ボードっていう日本語入力アプリがありますけども、まあ、それが、あの、入ってますんで、すぐね、あの、設定なく日本語が入力できるようになります。 その辺も本当に、日本でね、販売して、まあ日本で販売してるというか、あの、これアマゾンで売ってるんで日本でももちろん販売してるんですけども、あの、ファーウェイとかね、エイスズとか、日本で販売実績のあるスマートフォンとそんなに変わらないかなというふうに思います。で、アプリの方も、はい、こんな感じでね、まあ、Google のアプリしかないっていう感じですね。まあ非常にいいんじゃないかなと思います。あの、 ももとね、そんなに性能が高いスマートフォンじゃないので、いろんな、えー、余計なね、アプリがないというのは非常にいいかなと思います。で、このね、ファイルのソフト、これ、ファイル Go ってファイル Go だったかなえっ、ー、と、Google のね、えー、ファイル管理のアプリで、まあ、いらない、ね、えー、不要なファイルとかを起こす、きれいにしてくれる、あのー、ストレージクリーナー的な、あの、アプリなんです。これがね、最初から入ってました。 これが最初から入ってたっていうのはね、意外と初めてか、私の環境ではね、初めてでしたね。えー、な、あの、なので、ファイル管理のアプリももう Google のやつをね、使っちゃってるっていう、そんな感じですかね。はい、えっ、ー、と、Android のね、バージョンは、見ての通りというか、まあ、あの、カタログスペックとですね、Android 8.1ということで、えー、まあまあ、現状では比較的新しい、えー、スマート、あ、あの、 OS のバージョンになってますねこですねここが G ボード。言語と入力っていうのが G ボードで設定されますんで、えー、すぐね、日本語の入力ができます。あと、Face Unlock っていうのもあるんですけど、これすみません、ちょっとね、私は使ってない。あの使いにくいというかあの、正直使ってないです。わからないです。あんまり他のスマートフォンでも使わないんで、えー、使ってないです。で、さっきのね、Face、ま、Unlock、あ、使わないんで、指紋認証使うんですけども、 この指紋認証は、ちょっと今、ファーウェイのね、ノバライト使ってるので、それに比べると、まあ、劣りますよね。まあ、ファーウェイが良すぎるっていうのもありますけれども、えー、ちなみにこれ消して、ここ行きますよ。タッチ。反応しない。タッチ。反応しない。タッチ。反応しない。タッチ。やっと反応した。でまあ、こんな感じで、あの、しっかりこうね、当てれば、 平らに当てたりすればいいんですけど、やはりこうちょっと斜めだったり、ちょっとこうね、急いでてパッとポケットから出しピッてさ、こう、触った時の反応っていうのは、まあ良くないというかですね、あんまり良くないですね。まあファーウェイですとそう,そういう状況でもね、全然しっかり反応してくれるんですけども、これはやはりね、そこまでの精度はないので、まあちゃんとこうやって、ピタッと当てれば、まあこういう感じでね、なんとか。 反応するかなっていう感じなんで、まあ、そ、使えないっていうほどじゃないですけど、ファーウェイと比べると、まあ、劣るなっていう感じと、まあ、やはりファーウェイが、まあ、ファーウェイはね、非常にあの、指紋認証のところでは、評判がもう本当にね、早くて正確っていうことで評判なので、まあ、ちょっとそれに比べてしまうと、まあ、劣りますけども、まあ、この価格帯で、指紋認証あるなしっていうのは非常にね、便利、使い勝手にね、逆出るので、まあ、これは、 価格相応の指紋認証っていうことになりますけどね。はい。はい、今回はですね、えー、今人気の激安スマートフォン、み出しの衛生品のね、えーまあ、メニューなんかを紹介させてもらいましたけれども、基本的に、えー 最初にね、セットアップの時に日本語を選択してもらえれば、メニューも日本語になりますし、えー、日本語入力ね、そのままできるということで、本当に買って、えー、まあ普通にね、使えるスマートフォンじゃないかなというふうに思います。で、ドコモのね、プラチナバンド、バンド19に対応しているのも、まあ人気の、 秘密かなというふうにね、思います。なかなか、えーえー、ローエンドのね、スマートフォンで、えー、バンド19っていう、ちょっとマイナーなバンドにね、対応しているものが少ないので、そういう部分でもね、日本で使うには本当にいいかなと思います。あと、やはりね、この画面がね、えー、基本的に綺麗なんですよね。あの、同時に、オーキテルさんの C12 Pro でしたっけを買ってますけれども、えー、同価格帯のスマートフォンになりますけれども、もうやっぱ一番の違いはこの液晶のね、 え、まあ解像度が高いっていうのもあるし、この発色が、やっぱ綺麗かなっていう感じですね。この辺が、えー、同じね、価格帯のスマートフォンでありながら、ちょっと A3 のがね、一歩先に行ってるというか、そんな印象を受けるね、スマートフォンです。またカメラ周りなんかもね、また今後紹介していきたいと思います。